はい、その大須の中でも大須観音から歩いて3分のところにある今日はモンブラン専門店にお邪魔します。あの3年前にオープンしたお店なんですけど、名前をこれでクリンというふうに呼びます。あの週末には2時間待ちの行列ができるぐらいの大人気店なんですね。はい、でテイクアウトもできるんですけど、今日はですねイートイン店内でしか食べられないモンブランいただきますからね。ではお邪魔しましょう。はい、あ店内もね非常にシックで雰囲気のある高級感があるお店ですね。テーブル席とカウンターがあるんですが、ではカウンターに座って、さあこちらのモンブランなんですが、人気の秘密がこちらです。はい、五感で楽しむことができるモンブランがいただけるんですね。五感でどういったモンブランか、はい、目の前で作っていただきます。須田店長自ら作ります。お願いします。よろしくお願いします。はい、さあ今これマロンクリーム絞り機、これ国内メーカーに作っていただいた特注品です。今はい、局所的にマロンクリームの雨が降っております。出てきました。たっぷりかかってますよ。いいですね。どういう実況ですか。でこれ極細のマロンクリームでして、あまずもう今視覚目で楽しんでます。ここカートリッジになっていまして、ここで今極細のマロンクリーム出ているんですが、ここのカートリッジを変えるとですね、はい、あのきしめんのようなマロンクリームも出すことができるわけなんですね。カートリッジがあるんですね。はい、でそうなんです、カートリッジ変えるだけでできて、あ上にまた栗を乗せて、さあ、あ店長これだけではないんですね。これはそうです、こちらは中に栗の香りを閉じ込めております。はい、なんとこれ栗の香りの下スモーク煙をかけて、今一瞬これモンブランがゴリ夢中状態になりました。そしてこれをパカッと開けますと、はい、あちょっと神社みたいですけど、あこうやって煙を浴びて、あこれでね鼻嗅覚で栗の香りを今煙とともに楽しむことができたわけですね。やっぱり香りするんですね。目でそして鼻で楽しんで、ものすごくしますよ栗の香り。2つ楽しみました。はい、ではいただきますね。3つ目味覚味ですね。はい、これがまさに黄金クリームというものなんですが、黄金色に輝いています。いきますよ。はい、パカッと開けて、おお、そうなんですよ、すごい。いただきます。うん、一口でいきましたね。うん、うわ贅沢ですね。贅沢ですよね。うん、濃厚で、しかもあの極細なので、ものすごく口に入れた瞬間は軽いんですけど、やっぱり舌触り口どけが滑らかで、ものすごく栗のいい香りが口の中にも広がりますね。あ美味しい。さあそして次が新感覚の新しいモンブランご紹介しましょう。ちょっと私も初めて見てびっくりしたんですが、店長お願いします。はい、なんと店長持ってるのバーナーです。えこれでバーナーで焼いてるクリームを炙ります。いや溶けないんですか。ちょっと上が色が変わってきましたね。溶けそう。はい、溶けていません。大丈夫ですよ。ちょっと焦げ目がついたぐらい。そして上にはこれ焼き栗を乗せています。はい、これで私の前に来たんですが、香ばしいんでしょうね。はい、これで終わりではないんですよ。そうなんですか。なんとこれからさらにあるんですが、今店長が持ったのがこれマロンクリームです。はい、おかけしていきます。クリームを、はい、チンチンにこれ焼いた陶器のこれ器なんですが、その陶器の器の上にかけていきますと、聞こえるかな、これすごい演出ですね。ジューンという音がしてるんですよ。ええ、もうまさにこれ鉄板ナポリタン状態ですけど、ええ、鉄板、あの鉄板ではないです、ちょっと陶器の熱、ええ、くした陶器の器なんですけど、もうジューという音とともにこのモンブラン楽しむことができます。今ジューという耳からも楽しむことができました。聴覚でも感じております。うん、ではこれ焼きモンブランです。いただきましょう。あれそれもいただくんですね。はい、これもっていただきます。ちょっとこのソースも絡めて、はい、おいただきます。湯気が出てるから、うん、熱いのかな。うん、お不思議、熱い、あったかい。あったかいんだやっぱり。うん、すごくやっぱり香ばしくて、あで中で結構ザクザクと、最後忘れてた一つの食感、まあ、食感も口の中で感じることができました。うん、ちょっとザクザクしてたんですが、店長この中には何が入ってるんでしょうか。はい、中に栗のタルトが中に入っております。あタルトなんですか。栗のタルト、はい、あとちょっとメレンゲみたいなのも入ってるんですよね。
そうですね、あと食感出すものと、あとスポンジとスイートマロンが中に入っております、はい、でこれ見た目ボリューミーなんですけど、あの男性、私のような人も一人で行けますし、これ女性のお客さんでもペロって結構皆さん行かれるそうなんですね、はい、ただ店長、はい、なんでこういった新感覚のモンブラン作られたんですか。そうですね、世の中に、モンブランというのは似たような見た目のものが多いんですけども、そうです、ね、私たちはちょっと世にないものを作りたいという思いで、またこのようなモンブランを作りました。そうですよね、これお客さんにはどうやって楽しんでもらいたいですか。そうですね、まず、見た目であったり、まあ、嗅覚であったり、それで味ですね、はい、でまず SNS とかに上げていただけたら大変嬉しいです。あ、確かに、そうですね、はい、でおすすめの時間帯があるんですけど、はい、ちょうど今の時間帯5時過ぎは結構お客さんが少なくなるので、この時間帯に来れば並ぶことなく入りますよということでした。あ、今の時間は狙い目、新感覚のモンブラン大須から、そうです、ご紹介いたしました。